はい、こんにちは、リスタイルの仕方です。このモコモコのね、こちらの、フィンユルデザインのペリカンチェア、1940年にキャビネットメーカーズギルドっていうデンマークの展示会で発表したのかな。フィンユルが28歳の時なので、そう、結構初期の作品ですね。その頃の、家具のデザインとしてはかなりこうぶっ飛んでたというか、主流になってたデザインとはやっぱ違ったので、作ってくれるメーカーがなくって、多分製品化できなくっていう感じだったんですよね。同じようなこの有機的なデザインで有名なのが、あのアルネ・ヤコブセンのエッグチェアとかね、スワンチェアとかあるけど、それはまだそこから18年後、1958年にデザインされているので、これがね、どれだけちょっと変わったデザインだったかっていうのが分かるかなと。ずっと製品化されずに2001年、今のワンコレクションハウスオブフィンユールの前身かな、何だったっけな、そう、ハンセン&ソーレンの頃に復刻された、チェアになります。これはあのそのハウス・オブ・フィンユール製のものですね。なんでペリカンチェアなんですかね。これが翼なのかな。なるほどね。翼、はい、そうだよね、翼を開いた感じなんだと思うけどね。じっくり見ていきたい。足はこう太めの丸っこい四つ足の、これチーク材かな、すごいしっかりした感じですね。で、針地はなんていうの、なんだと思う、モコモコ、ウコモコ、羊、そう、羊、シープスキン、これ多分本物だと思うけど。で、座面は本革、これすごい重いんだ、クッション、ウレタン、あ、そう、さっき見たらここファスナーになってて、硬い、すごい詰まったウレタンが入ってました。で、この座面下もここすごいしっかりした麻っぽい生地、結構ハウスオブフィンユールのやつこの生地使ってると思うんだけど、裏地でね。これもボタンなしだけど、ボタンありもあるね。これしっかりここにね、ロゴもあるので、あのこれもまたリプロダクト多いんだわ。なるほど、ね、なるほど。硬い、硬め、硬め、硬めだね。生地を置きたいんだけど高いから疲れるかな、肘を置くのは、うんうん、なので肘を置かずにこう、座面広めだから多分ここの上であぐらかくこともできるし、そうだね、こうやってあのベアチェアみたいにはできません。あ、でも、うん、こういう感じとかなのかな。そう、女性にの部屋にあると可愛いね。ちょんでちょっと斜めラウンジっぽい感じ、ちょっと浅めにこうやって座ってもいいかもしれないです。これも部屋にこれもあるだけでかなりいい感じのお部屋になるんじゃないでしょうか。だいたいこれ、あのこういう生地ってここがどうしてもね、触ってると汚れて茶色っていうか黄色になってくる感じがするけど、これ全然使われてないので状態いいですね。でもこれ使っていくうちにそれも風合いになって、うん、ヴィンテージ感が出て、うん、いいかなと思うので、このシープスキンのやつはちょっと珍しいんじゃないかな、うん、あんまり中古では出てこない。基本これヴィンテージはないので、1940年にデザインされて製品化されずに60年後にやっと日の目を見たというかね、そう、なのでこれがこれからヴィンテージになってくっていうかね、20年30年40年50年後には価値が出る椅子なんじゃないかなと。今日はフィンユールデザインのペリカンチェアご紹介させていただきました。家具選びの参考になればと思います。リスタイルではあのこういった中古のデザイナーズ家具、ブランド家具、ヴィンテージ家具の販売も行っています。概要欄の方にネットショップのリンクを貼ってありますので、ぜひそちらからご覧ください。買い取りも行っています。こちらも概要欄の方にお問い合わせの、ページのリンク貼ってありますので、そちらからお問い合わせください。中古家具、ヴィンテージ家具の紹介や魅力、楽しみ方、購入のコツ、おすすめの家具などお得な情報を発信していきますので、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。